俺の名前は青い冬や。じいちゃんが営む町工場で働いている20代の働き盛りだ。俺の両親はすでにこの世にいない。あの世でばあちゃんと楽しく暮らしていると思う。両親はばあちゃんと車で旅行中、事故に巻き込まれて亡くなってしまった。俺はじいちゃんと一緒に過ごしたかったので二人で留守番をしていたのだが、当時のことはショックがでかすぎてあまり覚えていない。それからじいちゃんが一人で俺を育ててくれた。そんなじいちゃんを少しでも助けたくて今日も頑張って働いている。こんなボロ工場じゃなくてもっと立派な会社に勤めろ。じいちゃんはそう言うけれど、この工場は業界でもかなり有名なのだ。頑固なじいちゃんが作る商品は細部まで妥協せずかなりの高品質だ。小さな町工場だけど就職希望者はかなり多い。この業界に入るまでじいちゃんの仕事のことはよく分かっていなかったけれど、今は業界人としてじいちゃんのことを心から尊敬している。できればじいちゃんの工場を継ぎたいと思ってるけど、俺はまだまだひよっこだ。今は一心不乱に修行をしなければならない。だけど不況の煽りはうちの工場にも暗い影を落とした。リーマンショックも乗り越えたうちの工場だけど、最近の経営は少し傾き気味だ。このまま放置しておけば取り返しのつかないことになるかもしれない。いつもは冷静なじいちゃんもこの時ばかりは少し焦っていた。だからあんな話に乗ってしまったのだ。ぜひ我が社との契約を結んでいただきたいのです。今まで関わりのなかった大手企業から連絡が来て、いつもなら断るはずのじいちゃんが話を受けた。そしてうちの工場に来たのがこの男、泉圭介。営業マンらしい軽快なトークでじいちゃんと俺に契約をゴリ押ししてくる。話を聞く限りではうちの工場にデメリットはない。むしろ契約が成立すれば傾きかけた経営を立て直せるだろう。でもこの男、なんとなく俺は好きになれなかった。しかしこの工場はじいちゃんのものだ。じいちゃんが首を縦に振れば俺はそれに従うしかない。じいちゃんがうなずいたので泉さんは上機嫌で、それでは今後ともよろしくお願いしますと言って帰っていった。じいちゃん、よかったの？ああ、これから忙しくなるぞ。不安になって聞いた俺にじいちゃんはいつも通りそっけない言葉で返す。まあ俺が個人的に泉さんを好きになれないだけで仕事が増える分には問題ないかと、胸の中に湧いた違和感に蓋をしてしまった。それを後悔するのはすぐだった。最初のうちはいい対応をしてくれた泉さんだったが、会う回数を重ねるごとにだんだんと俺たちを見下す発言が増えてきた。じいちゃんは仕事をくれる相手だ、あのくらいはスルーしろと言うけれど、じいちゃんがいないところで泉さんは俺に信じられないことを言ってきたのだ。こんなボロ工場でなんでこんな価格が高いんだ？最近の泉さんは俺にタメ口で接してくる。忙しいじいちゃんに代わり俺が対応することが多いのだが、完全に俺を見下している。もっと安くなんねえの？無理です。俺がそう言うと泉さんは顔を歪めて、役立たずがとつぶやいた。さすがに我慢の限界だったので、次に舐めた態度を取られたら言い返そうと思っていたら、翌日泉さんの会社から電話がかかってきた。電話の相手は泉さんの上司を名乗り、開口一番、困りますよこういうことはと意味不明なことを言ってきた。え、何がですか？何がですかじゃないですよ。確かにうちの泉はまだ経験不足ですが、そんなやつを脅すなんて。待ってください、話が見えないのですが。泉を脅してそちらに優位な契約にしようとしているのでしょ。町工場というのはどこもそんな感じなのですか？柄が悪すぎるでしょう。泉さんを脅す？そんなことは一度もしていない。俺は必死に否定したけれど、
泉さんの上司は部下の言うことを全面的に信じているらしく、俺の言葉は全く届かなかった。上司からの電話が切れた後、俺のスマホに泉さんから電話がかかってきた。いやあ、うちの上司がすまないね。泉さん、どういうことなんですか？おお、怖い怖い。怒るなよ。泉さんがふざけた口調で言う。スマホを叩きつけたくなる衝動を抑え、泉さんに文句を言おうと口を開いたけれど。お前んとこのボロ工場、経営やばいんだろ？だったら何です。泉さんに関係ありません。実は、傾きかけた経営がここ最近で一気に悪化している。打開策は泉さんの会社との契約だけだ。泉さんはそれを分かっているらしい。電話の向こうでにやりといやらしい笑みを浮かべるのが伝わってきた。こっちの要求を飲んでくれれば契約してやるよ。お互いウィンウィンの関係で行こうぜ。この、何がウィンウィンですか？提示価格よりも 10% 安くしろ。さもないと契約はなかったことになるぞ。10% も？そんなの無理ですよ。泉さんが提示してきたのはむちゃくちゃな提案だった。そんな提案を飲んだら赤字になってしまう。じゃあ契約を切ってもいいのか？俺は別にいいぞ。ボロ工場が潰れようが関係ないし。5% に負けてやるよ。来週までに返事しろよ。それじゃあな、と電話が切られる。俺はしばらくその場で呆然と立ち尽くしてしまった。この後じいちゃんに泉さんとのやりとりを相談したけれど、じいちゃんも困惑するばかりで打開策は浮かばなかった。経営が安定している頃なら泉さんみたいな客は断固拒否していたのに、今は泉さんみたいなクズな相手にもすがらないと工場を続けられないほど追い込まれている。俺が明日あちらの会社に直接話をつけに行く。じいちゃん、俺も行くよ。ダメだ、俺一人でいい。でも、言い募る俺にじいちゃんは少しだけ笑ってみせた。俺の大切な孫であり従業員であるお前に舐め腐った態度取ったんだ。けじめつけさせてやるよ。本当にそんなことをしたら契約どころではないのだけど、じいちゃんの頼もしい言葉に俺は思わず笑ってしまった。そして翌日、じいちゃんは珍しくビシッとスーツを着て工場にいる俺たちのところに来た。今からあちらの会社に行ってくる。お前たちは普段通り仕事を続けてくれ。俺と従業員たちは全員不安そうな表情を浮かべていた。じいちゃんは俺たちを安心させるために慣れない笑顔を作って、任せておけ、これでも俺は一応経営者だぞ、と言った。一人の経営者としてあちらの会社と話し合いをしてくる。みんなは俺の帰りを待っててくれ。そう言ってじいちゃんが背を向けた瞬間、うちの工場の前に車が止まった。結構なスピードで突っ込んできたのも驚いたが、その車が明らかに高級車なのにも驚いた。じいちゃんも俺たちもポカンとしていると、高級車から一人の女性が降りてきた。メガネをかけたその女性はとても綺麗な人で、高そうなスーツに身を包んでいる。町工場には不釣り合いな女性だ。しかし、その女性はじいちゃんを見るなり、急に頭を下げた。東郷さん、うちの部下が申し訳ございません。東郷というのはじいちゃんの本名だ。なんでこの綺麗な女性がじいちゃんの名前を？と混乱していると、なんであんたがここに？じいちゃんが女性を見て驚きに目を見開いていた。混乱する俺を見かねたじいちゃんが女性を事務所に招き、一から事情を説明してもらうことになった。申し遅れました。私、小野寺亜希と申します。泉の上司です。そう言い差し出された名刺には、確かに泉さんの会社名が書かれていた。あんた、あの会社にいたのか。ええ、
私、先日まで出張してまして、事態を把握したのが昨日だったんです。遅くなって申し訳ありません。あのさ、じいちゃんと小野寺さんは知り合いなの？そう聞くと、小野寺さんはパッと顔を輝かせた。ええ、昔階段から落ちそうになっていたところを東吾さんに助けてもらったんです。錬金続きで寝不足に陥っていた小野寺さんは、階段を登っている時に貧血になってしまった。階段から落ちそうになった瞬間、じいちゃんが彼女を抱きかかえて助けたらしい。その時の東吾さんのたくましさといったら、男性にあんなに力強く抱きかかえられたのは初めてでした。ぽっと頬を染めて小野寺さんが言う。これってもしかして。東吾さんに一目惚れして何度も告白したのですが、ずっと断られているんです。俺は亡くなったばあさん一筋なんだよ。そういう硬派なところも素敵です。小野寺さんの熱のこもった視線に、じいちゃんはタジタジだ。まさか俺の知らないところでそんなロマンスがあったなんて。じいちゃんの方は小野寺さんに全くそういう気持ちは抱いていないようだが、小野寺さんの顔を見ると本気なのだなと分かった。しかし、二人の仲はとても気になるところだが、今はそれどころではない。今日、うちの工場に来たのはどういうご用件で？じいちゃんに惚れているようだが、泉さんの上司なら俺たちの敵かもしれない。若干身構えてそう聞くと、小野寺さんは深々と頭を下げた。泉が無茶な要求を押し付けてきたのは知っています。ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。え？泉は担当から外し、今後は私が担当となります。正規の価格と条件でもう一度契約のお話をさせていただけませんか？先ほどの恋する女性から一転、一人のビジネスマンの顔になり、小野寺さんがそう言った。こちらとしてはありがたいが、本当にあの泉とやらを外してもらえるのか？ええ、泉のしでかしたことはすでに上へ報告済みです。厳正な処分が下されるでしょう。我が社に対する不信感は拭えないと思います。しかし、それを承知でお願いしたいのです。小野寺さんがもう一度頭を下げる。御社の商品はこの業界、いえ、国が誇る技術力の結晶です。その素晴らしい商品を我が社で取り扱わせていただきたい。何卒ご一行いただきたいのです。小野寺さんの言葉に嘘やおだては感じられなかった。じいちゃんの方を見ると腕を組んで考え込んでいる様子だ。泉さんのこともあるし、もしかして断るかも。そう思って見守っていると、じいちゃんがちょっとだけ笑顔を浮かべて口を開いた。顔を上げてください、小野寺さん。小野寺さんに対してフランクな態度だったじいちゃんが敬語になり、小野寺さんに向き直る。そのお話受けましょう。え、いいのですか？正式に契約書を作っていただいて改めてお越しください。だが値下げはしないからな。じいちゃんが冗談交じりに言うと、小野寺さんははいと気持ちのいい返事をした。その後、小野寺さんはなんと泉さんの首根っこをつかんでうちに連れてきた。私の腹の虫が収まらないから。そう言って泉さんに謝罪させていたが、あの泉さんが小野寺さんの前ではかなり怯えていて、小野寺さんが少し怖くなったのは内緒だ。その後、泉さんは地方の支社に飛ばされ、宣言通り小野寺さんが担当になった。おかげでうちの経営はなんとか持ち直し、小野寺さんの会社とは継続して契約を続けている。小野寺さんは用もないのにうちに来るようになって、じいちゃんにアタックを続けているみたいだが、最近はなんだか俺との距離が近い。冬屋さんって東吾さんに似ているのよね。じいちゃんに似ていると言われるのは嬉しいが、こんな綺麗な女性に距離を詰められると、まあ正直悪い気はしない。だけど俺は修行中の身だ。最近はじいちゃんからも
あんないい子を待たせるなと言われているけど、さてこれからどうなることやら。